こんにちは、速稼塾ニュースです。さあ、おはようございます。今日の放送は一旦これで終了ですね。今日のテーマはですね、提供の精神、そして感謝の概念です。まあ私もビジネスが提供と感謝でできているよという放送をしてもう6年になりますけども、でその次にですね、提供と感謝ができればビジネスもうお金もいらないという概念に、まあ、入ってきました。で今回ですね、この放送をお届けするにあたって、この速稼塾、自分のね、私のやっている速稼塾ジェネシスをちょっと例にとってお話したいと思います。それはですね、速稼塾ジェネシスは1月11日からスタートした3ヶ月のプログラムなんですよ。言ってみればあと1ヶ月ぐらいしかないんですよね。本当に早いもんですよね。でその中で、実はですね、昨日も速稼塾ジェネシスに参加してくださった方がいると、そして今日もですね、速稼塾ジェネシスに参加してくださってる方がいるんですよ。ここに何を感じるかということですけども、もう損得ではなくて、今までの放送とか、まあこのね、昨日今日とやり取りした方っていうのは私の動画をよく見てくださる方であり、私ともやり取りしてる方なんですけども、もう十分いただいたんで恩返しをしたいから入るみたいなね、そんな形で昨日は参加してくださいましたし、今日もですね、まあ、このままでもいいんだけども、あまりにもこうね、ずるいんじゃないかと自分で感じるんで、きちんとお支払いをして、参加して、堂々と見ていきたいということだったんで、もう本当にその通りだなと、きちんと私の放送で伝えられることは伝えていけてるんだなと、本当にね、嬉しい限りであるのと同時に、私自身、もう10倍返し、ね、100倍返しできるように、まだまだ行動が足りてないかな、というところを、まあ、鑑みてですね、全国ツアー、さらに力を入れていきたいと思います。皆さんの街にね、どんどん行こうかなと思います。まあ、今日は提供と感謝、こういった概念ですよね。もう、なんていうのかな、私のこの速稼塾ジェネシスに限らなくてもいいんですけども、いろんな場面で、払わなくていいんだったら払わないよねとか、やらなくていいんだったらやらなくていいよね、ではなくてですね、何かもう1ミリでもできることはないだろうかっていう探す、この気持ちの集合が、この国とかこの、世界を作ってますんで、完全にそういうことなんですよ。そうは言ってもなかなかできないよねっていう意識がある限りは、この国とかこの地球ってのは不幸のどん底ですからね。そうは言ってもなかなかそうは思えないんだよって、その考え方からまず変えないといけないということでございます。だから誰かが自分に何をしてくれるから、だから恩返ししようではなくて、何もしてもらえないかもしれないけども、自分が誰かにとって何かができる存在になっているかなってことですよね。特に30代を過ぎて40代とかね、50代に入られた方とかは、私もいつも思うんですけども、ここまで生きてきて誰かの役に立てているのかなとかね、何かが本当に誰かに感動とか人生の気づきとか転機を与えられているのかな。あ、どうもおはようございます、松見さん。そういうふうに考えていくばかりですね。まあ、あるですね、インターネットビジネス塾とかね、こういうところのレポートを見るんですけども、一番多いのが、そこに入って自分のコンテンツを売ってやろうかなとか、自分のお客さんを探そうかなっていう気持ちなんですよ。それも決して悪いとは言いませんけども、それが焦りすぎなんですよ。本当に多くの方は自分にお返しが来ることをね、焦りすぎていると。で、それが、まあ、お互いの警戒心を呼んでるんですよ。取られるんじゃないかな、どうかなというね。だから自分で、まずは誰かに何かを売り込もうとか、自分で誰かから何かをいただこうとか、自分の紹介を自分でしようと思うと、他の人もそういうふうに見えちゃうんですよね。もしかしてこの人、ゆくゆくは自分にセールス変えてくんじゃないかなっていうふうな目で見てしまうのは、自分がそうしようとしてるからだという説もありますし、それは往々にしてあるのかなと思いますよね。もうもらえなくてもいいと。与えていこうと。で、与えるものがなくなったら、自分でその与えるものを構築してさらに与えていこうっていう、そういうことの繰り返しで、この国ができていると、お互い様様が成り立つのかなと思いますよね。だから私、ギブアンドテイクってあまり好きではないのは、やってもらってやってあげるって関係だからなんですよ。ギブアンドテイクじゃなくて、ギブとギブだけでいいんじゃないかなと思います。お互いに与え合う関係があれば、続いていくと思います。もらうんだけどもあげないっていう方とかね、10個もらったら1個返すみたいなバランスだから、どんどんなくなっちゃっていくのかなと思います。で、そういう意味ではね、昨日ね、すごくいいことがあったんですよ。その大阪のオフ会をやった時に、あるたこ焼き屋があったのを私は紹介したんですよね。
たこ焼きは美味しいよみたいな。やっぱり私のことをずっと動画を見てくださる方なんで応援したいわけですよね。でそこのお店に私は歩いて行って敬意を込めて2時間ぐらい歩いて行ったんですよ。歩いて行ってそこでごちそうになってお支払いをして宣伝をして帰っていきました。そうすると昨日ですね、その宣伝を見て行きましたって人が同じように動画で宣伝してくれるんですよ。こういった提供のね、この連鎖が起きてくることが、まあ私の願いだったかなと、提供と提供と提供と提供だったかなと思いますんでね。本当にそういうふうにお互いがお互いを応援するような関係になれればいいかなと思います。川上さんも応援してますからね。また、音声じゃない、演奏を聞かせてくださいね。それでは本日の放送は以上です。皆さん今日も誰に与えれるかを考えながら、1日24時間を過ごしていければどうかなと思います。最後の1秒まで誰かのために、何かのためにというふうな思いがあなたをあなたたらしめているんだろうなと思いますよね。なんかないかな、なんかくんないかな、なんかもらえないかなっていうふうになっちゃうと、皆さんね、警戒して離れていきますんで、ご用心ご用心でございますね。それでは失礼します。